はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。8月15日終戦の日、メール党員様限定靖国神社正殿参拝懇親会開催。詳細は党員メールをご覧ください。どっちか一つの参加でも全然 OK であります。埼玉県西川口駅前マンションだって爆発、6人が怪我。優しい NHK、 中国人の部屋と報道せず。自殺しようとして学生を開けたが断念し、換気した後タバコを吸おうとしたら爆発した、とか言ってる模様であります。世論です。なんで名前が出ないのか。このマンションの資産価値暴落、迷惑にも程がある。そういうのは母国でやってよ。テロが近い。インタビュー受けてるやつがほぼ外国人で草。西川口の駅前です。外国人ばっかりなのかね。これ家主も住民も泣き寝入りだよね。パイプ爆弾を製造中に引火したような爆発。中国人を隠してるのか NHK。 賠償せずに逃亡確定だな。あれで生きてるって爆発専門のスタントマンやれるぞ。拘束しないと賠償もせずに本国へ逃げる。爆発した部屋は 3LDK。 価格は5300万円だそうであります。賃貸じゃなくて持ち家だったそうであります。そんな勝ち組中国人が自殺するのかなっていう疑問がありますね。中国人ってなんか自殺とかに縁遠い、なんかしぶとく生きてて、あんまり絶望したりしないようなイメージありますけどね。搬送先の病院で暴れて逮捕されてるっていう事実ありますね。供述通りのガス爆発とは到底思えないんだけど。だって換気したって言うんでしょ。爆弾製造中の事故ではないんですかね。で、屈強な人民軍兵士だから助かったのでは。自殺を考えるほど精神が弱ってる人、病院で暴れないでしょ。だから自殺しようとしてっていうの嘘じゃないのこれ。中国人でしかも逮捕されてるということで、マスゴミ続報なさそうですね。このままだんまり決め込んで、なんなら面倒いやがって警察が率先して握りつぶしそうでもあるな。賠償前に母国に逃げるでしょうねこれね。持ち家らしいからそれ売って賠償に当てればいいですよね。あと部屋もね、ちゃんと爆弾の跡とかないかどうか捜査しろよ。西川口署っていうのがあるのかどうか知りませんけれども、日本政府2030年までに観光客6000万人、インバウンド15兆円を目指す、にということで、全国に35ある国立公園すべてに高級リゾートホテルを誘致すると発表。世論です。そういうの開発させないための国立公園なんじゃないの。二階が観光協会会長だし、増税の次は環境破壊か。大失敗したカンポの宿とかグリーンピアの再来、どうせ中国資本に買い占められる。一番いい場所は外資が土地を買って柵を立て、日本人が入れなくなる。大企業の声は聞く力を発揮。なんかリゾート地、アカプルコとかそこら辺、外資が買っちゃって地元の人、入れなくなってるらしいんですけどね。フィリピンの海辺の町とかね、試験ですけど、自然を守るために開発を制限するのが国立公園なんじゃないのかな。ホテル誘致してまでね、人をガサガサ入れたらやっぱり荒れるんじゃないですかね。場所によっては採算取れずに倒産、夜逃げ、廃墟が残ることになりそうですね。撤去費用とか税金で払うのかな。その場合ちゃんと前もって決めといた方がいいからな。解体費用を詐欺払いさせておくとかね。バイデン大統領、大統領選挙に出ないことを検討と民主党のペロシ元下院議長、民主党関係者は撤退を時間の問題と捉えているみたいであります。コロナにかかったって聞きましたけれども、気弱になっちゃったんでしょうか。それともトランプに勝てそうもねえなって諦めたんでしょうかね。世論です。認知症っぽいもんな。病気になると弱気になるもんな。試案中に寝てるんじゃないか。次の日になったら忘れそう。本人よりも周りが撤退させたいんだろう。代わりは副大統領のカマラ・ハリスかな。史上初の無投票大統領爆誕。本人は何も考えてなく、考えてもすぐ忘れるんで、考えてないのと同じで、介護に疲れた周囲が続投をやめさせたがってんですかね。バイデンだったら撃たれたことを忘れて演説続けそうってどこあって爆笑しちゃったんですけど、
噂ではですね、日曜日に、撤退アナウンスの見込み、今有名なライターが原稿作成中、現職として、辞職はしない、大統領辞職はしない、カマラ・ハリスは次期候補として推薦しない、カマラ・ハリス含む数名で公開討論させて候補決める、だそうであります。11月開始なのに今から候補選び日程きつくない、党内で決定選挙もやるんでしょう、目星はついてるんでしょうかね。大統領があんなでも国が固まらないんだから、周囲っていうかあのシステムがしっかりしてんですよね。まあ我が国も鳩山由紀夫、菅直人、野田佳彦でも国が崩壊しなかったから、まあシステムはしっかりしてんのはね。トランプ狙撃を受け、露木康浩警察庁長官、演説会主催者に屋内の会場を優先的に選ぶよう働きかけていく、聴衆がいない場所を含めた警戒を徹底する、だそうであります。世論です。凱旋うるさいしな、やかましい選挙カーも廃止にしてくれ、ネットとテレビだけでいいよ、凱旋者うるせえんだよ、何言ってるかを聞き取れないし意味ないっての、ネット配信だけでいいよ。国松警察庁長官は自宅前で撃たれたし、狙う側からすればあんまり意味なさそう、テロリスト山上を崇めてる犯罪予備軍がたくさんいるし仕方がないか、安倍総理暗殺では動かなかったくせにトランプ狙撃でビビるの草失礼しました。シークレットサービスにはですね、大統領の行動を制限してはならないって決まりあるんですけど、こんなんじゃですね、屋外じゃ守れませんって、あの無能宣言してるようなもんじゃないですか、職務放棄っていうかさ、前のあの警察庁長官は安倍総理襲撃で引責辞任してたみたいであります。屋内で演説会やって来てくれる人って、あの元々黙ってても投票してくれる支持者だっつーの、元々の支持者だっつーの、身内だっつーの、この人ずっとあの警察庁の中で出世してきた官僚だから、まあそんなこともわかんない世間知らずなんでしょうね。世間知らず、毎日新聞富山県で業務停止、静岡新聞、北海道新聞夕刊廃止、東京新聞23区以外の地域で夕刊廃止、崩れて始めた、新聞業界ですけれども、赤旗も例外ではなく、部数とともに記者も激減なんだって、記者が、って思ったんですけど、地方記者を東京に呼び集める招集がかかったみたいであります。新聞赤旗の安定発行を維持するため、記者派遣をはじめ、編集体制強化に特別の協力をしていただくことについてのお願い、というタイトルの通達が、中央委員会から地方委員会に出されました。中央委員会のお願いですから、まあ実質命令でしょうねこれね。世論です。もう終わりじゃね、廃刊じゃダメなんですか、赤が令和まで生き残っただけすごい、どうせ党の機関紙なんだから執行部の論説だけでいいんでは、取材力が無駄に高かったからレベル維持は無理なんじゃね、党本部回収費用はない、赤旗の読者と記者が足りない、共産党もう無理なんじゃね、赤旗の記者なんて名刺渡されたら逃げるけど、そもそも新聞という媒体自体がオワコンですもんね。記者が足りない、なんで減ったんだ、退職者の補充ができなかったとしか思えませんけどね。待遇悪くてなり手がいなかったのか、待遇良くてもあの希望者がいなかったのか、今時、私が生きてるうちにあの共産党の崩壊が見たいですね。未だにシステム復旧してない角川、どこの新聞社かは言いませんが、漏洩した住所をもとに経営層でもない一エンジニアの自宅に突撃取材するのやめてください。続くようなら社名を公表します。だそうであります。世論です。早速不正利用、一社とは限らない、やっぱりマスゴミ、その新聞社も訴えるよ。新聞社で働いているとおかしくなっていくのか、もともとおかしいやつが新聞社に入社するのか、マジでマスゴミって人の心ないんか、自宅なんてありすぎだな、他人のプライバシーを全く気にしないが自分たちの素性は明かさないという卑怯さ、
迷惑系 YouTuber でもやらないことを平然とやるんだな。蓮舫に噛みつかれて謝るのは早かったのにね。自宅とつって昭和かって梨本さんかっていつまでたってもゴミの体質って変わんないんですね。一エンジニアにとつって何の情報を得たいんだか全然わかんないですよね。医者とは限らないが一体どこなんでしょう。押しかけられたエンジニアも大迷惑ですね。いいからね、問答無用で110番がいいんじゃないですか。例えば朝日新聞を名乗る不審者が来てます、どうしたらいいでしょうか。ね、こういうゴミのような行動するからマスゴミって呼ばれるんですよね。ゴミゴミしいですね。いいから角川は社名公表して懲らしめてくれ。今日の単身です。神奈川県大和市前市長大木悟75歳。公園の手すりなどの色が気に入らないと塗り直させたり、施設の外壁を塗り直させたりで、税金約1800万円を無駄にしておりました。市は大木に損害賠償を請求する方針だそうであります。民主党かと思ったら民主党だった。市職員に対するパワハラで人気を落として落選したそうであります。塗り直しに固執しているようで塗装業者と年頃だったんですかね。賄賂がさぞかし美味しかったんですかね、キックバック。こういうバカ柄はきっちり取り立ててほしいですね。韓国に盗まれた高級ブドウルビーロマン、石川県が韓国特許庁に商標登録出願中だが、すでにその名が品種名称登録されており、何者かによって石川県はその取り消しを韓国当局に要求したそうであります。韓国人の思想の根底にあるのがですね、李朝が推してた朱子学なんですね。で1位が最上で2位は昔、無価値、前科無価というやつ。これがミスコンが全員同じ顔になってしまう理由。一つの理想的な型しか認めない、個性とか多様性とか認めないっていうのが終身学でして、さらにはですね、それから転じて優れたもの、つまり1位を真似することが正しいとされる、むしろ真似するべき、1位に近づけるべき、いうことで特許でもパテントでもドラえもんでもマジンガゼットでも何でもパグる性質があります。だからといって朱子学が悪いっていうんじゃなくて品種泥棒は許せませんけどね。ポッキーでも、キノコの山でも全部パグるっていうですね。連中はそれをトレースとか呼んじゃってますけども、まあこういう朱子学の影響で、真似するんですよ。真似っていうか盗むんですよ。盗むのが正しい行いなんですよ。1位に近づけていくっていう、1位以外は認めねえから、という性質が あるというお話です。チャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。